牛カツは美味しいです。あそこの牛カツは美味しいです。はい、青菜。はい。でもね、青菜とね、カツ牛が来てるよね、東京に。あ、そうなんですね、カツ牛。京都が来てる。あいつらが流行らせた。あいつらって知り合いに。いや、美味しそうなところは、はい、あのニコプロらしくないということで。そうなんですね。はい。ビーフの方がニコプロらしい。あれ美味しいって看板だけ美味しいですか。はい。それだけ一緒に。はい。ここは美味しいので。はい。スカイツリーが映った。ああ、いいですね。なんかこうロケしてる感じが。東京でロケするかな、スカイツリー。八王子に行こうが調布に行こうが最終的には。結構空いてますね。そうですね、夜帯とか昼のランチ時だと結構混んでるんですよ、ね、ここ。はい。でもすごい、ね、そうですね。これなんで箸持ってんだ。すごいですね。こちら。まあ、割と安い。そうなんです。ここうまいです。和牛カツ。はい。あ、でも中は人いっぱいです。はい。使えますね。うわ。いかっ。いける。ランチタイム、おかわり自由。ライス無料。これ、武田君に言ったらいいのかな。これは、低温の武田君に言えばいいかな。そうですね。これは、エリアがあります。このステーキ丼がですね。角田さんがいますよ。どうしますか？食べます？いや、絵的にはそんな盛り上がらないと思いますけどね、これに関しては。もうちょい先まで行きます。はい。肉にって箸で食べます。肉を。お箸置いてありますよ。大丈夫ですよ。いや、これを使う。これを使うところにこう今回のロケの妙が。醍醐味が。はい、醍醐味が。最後にちゃんとこう箸としての役割を終わらせてこう成仏させる。成仏させるという。じゃあだってね、メロン食べてそのまま捨てられちゃえばかわいそうじゃないですか。何のための箸だと。そう、何のための箸だってなるじゃないですか。だったらちゃんと箸としての、業務を全うさせてからこうね、あの引退させたいというのがありますので。それを、こうフォークとかナイフを使って食べるようなものをこう箸でちゃんと食べて、ちゃんと食べて終わらせる。これですね。これ有名なところなんですか？結構レスラーの方々もツイートしてます、ね。シワツメラー。おお。空気が一気に変わりましたね。うちのクラフトワークは K ではなく C なんだな。
とかソースもいっぱいあります。そうですね、普通に絶対じゃないよ。頼んでいいですか。はい、お願いしてもよろしいですか。はい、はい、アイスクリームの、あ、北海道メロン、はい、とチョコミント、ダブルで、はい、あと、コーンドで、はい、あと、全部まとめてで、あ、はい、はい、とラズベリーユズ、ラズベリーとユズ、はい、アシャープと、はい、何か20代はカップとコーン、コーンで20代はシャーベット、あ、全部全乗せ、全乗せ、アブドラ小林バリ全部乗せ、それだ。はい、もうさっぱりして、なるほどね、白桃と柚子で、ああ、今ものすごく力入れて言ったね今ね、白桃と柚子で。本でよくですか。はい、あ、僕あのソフトクリームプレーンで、プレーンで、はい、絶対それが一番こういう時に絶対ソフトクリームが一番こういう時に。本でよろしいですか。本で大丈夫です。はい、普通のソフトクリームを僕にください。はい、以上です。はい、1470円でございます。ちょっとこれが気になるけどね、いちごミルククレームが気になる。来たよ、来たよ、北海道メロンチョコミント、はい、はい、ですね。で、コーンだけどもちゃんとこれがついてる、コークエというやつですね。さあ、15分ほど前にたらふくを肉を食った後にこれを食べるという、ちょっとどうなるかというとさっぱりさっぱりでございます。素晴らしい、肉食の後に甘いものを50代がやっていいのかどうかという話でございますね。これね、寿命縮めてますね完全に。しかし私はちゃんとその後走るから大丈夫です。うん、これね、あ、向こうマイクよ。これが何ですか。これはラズベリーとユズです。ラズベリードリームとユズですね。はい、そうなんです。レベッカとユズです。レベッカとユズですね、はい、すごい。上がラズベリーです。はい、あ、キャリア順ですね。キャリア順です。キャリア順です。キャリア順です。これです。上を全部食べる前に下を食えるのかどうかという実験。あ、全然いける、はい、よいしょ、チョコミント、はい、はい、クラウムーガー、はい、行く番、行かっく、あっ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 、怖いなぁ。どれどれどれ、これ撮影して、これは何、ネタのためにやってくれたと。切ない。ネタのためにやってたらぶっ飛ばしもんですよね。一応これ救って食える。これはすいませんでした。とりあえず、あ、今ちょっとあれを出しますよ。拾った方がいいじゃん、拾った方が。ペーパーくれるよ、ペーパー。はい、とりあえずペーパーで。こういうね、はい、ことを経験して大きくなっていくんですよね。子供たちがもう軽蔑するかのように子供たちが去っていきますよ。切ない、はい、あ、じゃあいいです、いいです、いいです、もらいましょう、はい。